ゲストモデルの松村さゆり様。皆さんこんにちは、松村さゆりです。普段はみんなからさゆりんごと呼ばれているんですが、今日はハートがいっぱいのお着物を着てるので、今日はみんなにハートりんごちゃんと呼ばれたら嬉しいです。今日も本当に可愛さいっぱいで、お着物もとっても可愛いので、このお着物の可愛さも皆さんに発信していけたら嬉しいなと思います。この30回という記念すべき回に呼んでいただけて、とても光栄に思います。頑張ります。よろしくお願いします。続いてゲスト女優の吉岡里帆様。皆様、今日はお集まりいただきありがとうございます。私も昨日一日早く京都に着きまして、家族と一緒に会いまして、一緒にゆっくりご飯を食べて、で今日夕方の会に見に来てくれるんですけども、やっぱりこう服をまとうこと、今日はお着物ですけど、お着物をまとわせていただいて、こう気持ちが明るくなって、そしてこんなに素敵な文化が日本には京都にはあるんだよっていうのを伝えていけることを大変嬉しく思っております。今日はハートリンゴちゃんと一緒に頑張っていけたらいいなと思ってます。どうぞよろしくお願いいたします。では松村さん、吉岡さんの順でお話を伺っていってもよろしいでしょうか。はい、まずは今日はお着物を着られているということで、実際にお着物を着られていかがですか。先ほどもね、ハートのお着物着て可愛くっておっしゃってましたけれども、はい、ちょっと私の中のちょっとお着物のイメージと今日はちょっと違ったというか、もうちょっとの古風な感じではない、なんか新しいデザインだなと思って、このハートがいっぱいなのが私の中では新鮮で、とても可愛いなと思いました。この藤井先生の作品なんですけど、絞り染めをされてるらしくて、絞りでこんなにいろんな大小さまざまなハートだけじゃなくて、お星様もいたりとかして、こんなにいろんな形が出せるんだなっていうのも驚きましたし、なんか身にまとうと、なんか私まですごい可愛くなれたような気持ちがして、とても嬉しいです。ありがとうございます。キュンキュンです。ではお隣にいらっしゃる吉岡さん、はい、お着物着られていかがでしょう。私は、ハートリンゴちゃんとはちょっと時代感が違うんですけども、大正の、竹久夢二さんのオマージュといいますか、夢二の世界を体現しているようなお着物と、あとヘアメイクをしていただいてます。普段黒髪のロングなんですけど、このパッツンで切った前髪の短いボブヘアがすごく気に入っているのと、あと帯とかこの着物の紫色の色合いとか柄もそうですし、今だとなかなか見れないようなモダンさと個性的なところがすごく見てても面白いなと思いますし、着ていてもちょっと違う自分が出てきそうな、なんかそういうワクワクするような世界観を今着ながら楽しんでます。ありがとうございます。実際に着物とご自身の思い出っていうのは何かあったりしますか。松村さんからお願いします。そうですね、たくさんお仕事で着させていただく機会が多かったんですけど、二十歳の成人式の時から、もう私の中ではもうピンクの着物が大好きで、ずっと何かその節目節目の時にもうピンク色の着物を着用してきたので、今日もちょっとピンク色の着物が着れてとても嬉しい気持ちです。ありがとうございます。吉岡さんはいかがですか。はい、本当にピンクめちゃめちゃお似合いで、初めましてだったんですけど、めっちゃ可愛いってなって、嬉しい、こんなピンク似合う、可愛いってなりました。はい、私の着物の話は私はそうですね、父がカメラマンをしているのもあり、子供の時七五三だったりとかイベントごとの時に写真をたくさん撮ってくれたんですけども、京都は秋の時期にすごく紅葉が綺麗で、本当にこうシンクに染まると言いますか、それとそっくりの赤色、真っ
かなあの着物を着させていただいたことがありまして、その着物が今でもあのすごく気に入っていて、あのセットがあの実家に帰ると残っているので、なんかいつか自分が子供を産む機会があったら、あのその女の子にそれを着せてあげ、女の子を産めるかは分からないんですけどあのその着物をもし着せてあげれたらいいなとかも思いますし、やっぱりこう京都でお着物を着るというのはこう景色とすごくこうセットなところもあると思うので、やっぱりその景色、景色とその時着ていた着物っていうのがいつもリンクしています。ありがとうございます。そして今日このファッションカンタータですが、日本の古き良き伝統と先進的な芸術文化を発信し続けています。お二人が昔から続けていること、もしくは最近始めたこと、何かあれば教えていただけますか。まずは松村さんからお願いします。昔から続けていることは、よく笑う、へへ正直いいですね、こちらも笑顔になりますすみません、本当になんかその本当に昔からよく笑う子だったみたいで、昔の写真見てると全部もう満々の笑顔の写真がいっぱい残ってて、なんかおすまし顔みたいなのがあんまりないタイプの子供だったんですよ。でもなんか最近大人になるとちょっとまあいろいろ大変なこともある日も増えてくると思うんですけど、でもそういう日も私はもういっぱい笑うようにして素敵なことですよね。毎日過ごしてきました。なのででも結構それが今本当にまあずっと人生幸せだなって振り返っても思うし、毎日楽しく過ごせているのもそのおかげなのかなって思うので、ずっと笑っているようにします。ありがとうございます。なんかこちらもハッピーになるような気分になりましたが、元気いただきましたね。吉岡さんは何か続けてきたこと、はい、もしくはこれから最近始めたこととかあれば教えてください。あの私は最近ずっと念願だった海外旅行っていうのをすごくこう意識的にするようになりまして、あの先日メキシコにあの行ってきたりですとか、あと今年もまだラインナップとして行きたいなとか計画している場所があったりもするんですけど、あの黒柳徹子さんとお仕事あの徹子の部屋に出させていただいた時に、あの徹子さん の, あの若かりし頃の写真がプリントされている T シャツをプレゼントしていただいて、それがニューヨークでお着物を着て本当にこう道でこうバッとあの袖を広げてかっこよくポーズを撮られてる T シャツとかの写真で、もうそれが本当に記憶に残ってて、もうなんかいつか私も海外に行って日本のお着物を着て撮影したいなっていうのをすごくあの思いましたね、はい、すごく素敵です。ぜひその時とても可愛かった、びっくりする可愛さで、あの本当に玉ねぎヘアは今のサイズよりちょっとちっちゃめの玉ねぎでしたその頃からってあったんですね、うん、可愛かった。ぜひ吉岡さんがニューヨークでお着物を着られる時には私たちも楽しみにしてますので、はい、どっかで撮ってあげたいと思います、はい、ね、そしたら私その T シャツ欲しいです、はい、嬉しい T シャツ作ってT シャツ作ろうかなさあそして記念すべき30回目となる今年のショーのテーマなんですが、プレゼントフォーアワーフューチャー、今というものは昔からのプレゼントであるという思いが込められているんですが、お二人にとってあの時があったからこそ今があるって感じること、何か思いつくことありますか。私はもうやっぱりこのもう3年前に卒業しちゃったんですけど、もともと乃木坂46っていうグループで活動していたので、そのオーディションを自分で受けたんですよ。その携帯から自撮りを撮って、それでもう応募できる時代だったので、そういう写真を送ってとかではなくて、結構まあ気軽というかそんなに難しく考えないで参加したんですけど、でも今思うとそれがすごい今につながっているので、本当に良かったなと思います。その時私浪人してて、大学受験の浪人生だったので、ちょっといろいろ大学受験どうしようって悩んでる時に、とっさに取った自分の行動を今は褒めてあげたいなと思います。人生が変わった瞬間だったんですね。はい、変わりました、はい、
さあ、そして吉岡さんはありますか？はい、私もやはりこの世界に入ったきっかけが自分の人生のターニングポイントになるんですけども、映画村で撮影をしていまして、でそこで映画を撮影されてるエキストラに参加させていただいて、当時地元で人数が足りてないからエキストラ来れる子たちみんな集めてみたいなのがあって、それでちょっとお手伝いにみたいな感覚で行ったんですけど、それこそピンクの着物を着て町娘役で、まあ喋ったりも全然なくて、ただお着物を着てカツラつけていただいて、ずっとこう空を見上げてただけだったんですけど、その時の出会いだったりとか監督さんの言葉とか、その時にできた友達とか、なんかやっぱりその時の縁が今のお仕事につながってるので、あの人、あのピンクの着物にはめちゃくちゃ感謝してます。はい、お二人ともにもうここに立ってるそのきっかけが今つながってるってことなんですね。さあ、そしていよいよ今日このショーに向けて最後に意気込みをお願いできますか？さっき昨日リハーサル参加した時は結構私緊張してしまって、お着物を着てのショーが初めてなので、どういう風に見せようかなっていうのを緊張してしまったんですけど、さっき監督に昨日のリハーサル終わった後、もう存分にさゆりんごさんらしくさゆりんごで行ってくださいっていう声をかけていただいて、もうとにかく楽しんでいただけたらって言われたので、もう今日は緊張しないで、もう私らしくやってこの今着ているお着物の素晴らしさを伝えられたらいいなと思っているので、ちょっと自分らしく今日は頑張りたいなと思っております。よろしくお願いします。イエーイ、ぜひ皆さんハートリンゴさんも楽しんでください。ハートリンゴ、吉岡さんお願いします。はい、私はですね、やっぱり生まれ育った町でこうやってお仕事をさせていただけるというのがとっても幸せなことなので、で京都の観光大使に、2年ほど前に任命していただいたご縁もあり、やはりこう京都の素晴らしさだったり、和装文化の素晴らしさを伝えるということに私も使命感を感じておりますので、やはり今日は熱い思いと、お着物をがこれからもずっとなくならないようにという、長く長く歴史が続いていきますようにという思いを込めながら、歩かせていただこうかなと思っています。あとは友達とか家族が来てるのでチラッチラって見ながらちょっとそれはさすがに失礼かもしれないです。でもちょっと探してアイコンタクト取れたらなと思ってます。ありがとうございました。この後のショーもぜひ楽しみにしています。松村さゆり様、吉岡里帆様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。